はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシェフです。前回はこうワンサイドの花束のラッピングを皆さんに紹介しました。今回はラウンドの花束のラッピングを皆さんに紹介します。もちろん講師はラッピングの魔術師井出崎徹君です。では早速井出ちゃんに紹介登場してもらいましょう。どうぞお願いします。はい、こんにちは。横浜市神奈川区今回は一般的にみんな作ってるこういう丸い頭揃えたこのブーケをラッピングしていきたいと思います。丸いブーケもここまで来てると意外と巻くのが結構面倒くさいんですよね。まずちょっと大きめ、だいたいこのブーケのだいたい3倍ぐらい、2.5 か3倍ぐらいの大きさのペーパーを切っていき、折って折って、こういう感じ。外側を丸くカットして、ここも切っちゃいます。これをこんな感じ。これも同じように、いかに自分がやりやすいようにするか。今こんな感じ。そういう面倒くさいことはやめましょう。もうこう切っちゃいます。もう面倒くさいことはやらないで簡単に。形を整えて出たところだけポチキスここまでお花をガードしていればこれなんてもうセロハなんていらないですよね。これで OK。 これで上部分が完成しているので、あとは下、結構ちょっとこれきついので色がこうやって薄いので透かしてこうやってやるとで、いくらこのラウンドでまん丸でどこから見てもっていうのもあるんですけど、やはりお客様が持つとか、あとは制作者でやっぱりここが正面だよっていう位置が絶対あると思うんですよ。その位置に合わせてペーパーを折り曲げていくんですけど、その折り曲げる角度とか、なるべく正面を短めにして背中があるようなタイプとかすると、ちょっとは分かってくれるかなってお客さんとして。で、最後形を整えて、はい、ラッピングはいかがだったでしょうか。結構可愛くでしょ。でね、これね、皆さん見てるだけだとできるようにならないんで、ぜひね実践してみてくださいね。実践して自分のものにすることによって、まさにこのフラワー TV を皆さんが見てくれてる、ことがこう身になるというかためになりますね。なのでそのようにしてください。次回は僕が今度は花束とかアレンジを皆さんにお教えします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は無料ですので、ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いいたします。1万人にチャンネル登録者が達成したらフラワーライブの凄まじいものをやりますので、ぜひね皆さんご友人とか、お友達やご友人としてだからご親戚とか、もういっぱい、まあ、友達じゃなくてもいいからいっぱい誘ってチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこちら、こちらからチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットの方はこちら見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。では一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。